やり動画です。全然違うところに飛びつきましたね。反対方向を向いているのでつついてみましょう。食べますね。まだまだ食べます。今の食べ方はお行儀がいいですね。毎回あんなアグレッシブに餌に飛びつく必要ないですよね。魚には飛びつかないのは不思議です。また反対方向を向いているのでつついてみます。息をしているところを取ろうとすると引っ込んでしまうことが多いです。最近苔が増えて困っています。ちょっとアクアショップで相談したんですけど、多分餌のやりすぎなんですよね。魚の餌もそうだし、カエルの餌もそうだし、カエルはさっきの動画でも見たように結構食い散らかすし、餌をやるところを見せてもらったんですけど、もう本当にちょっとしか与えないんですよね。びっくりしました。こんな少しでいいんだなと思って、本当に、なんて言えばいいかな、小指の爪ぐらいな、爪の先ぐらいな量でした。食欲がすごいので、いくつか固めたものをね、あげてみました。これがものすごい散らばるんで、もう、しません。水替えをします。なかなか慣れてくれないんですよね。たくさん餌あげてるのにね。なんだかレイアウトが変わっています。蹴飛ばしたようです。お家は撤去しました。塗装が剥がれてるところを見つけたので、何か生態に影響があったら嫌だなと思ったからです。餌のやりすぎだけじゃなくて、ライトも苔の原因になってるかもしれないんで、ライトのタイマーを切りました。今実は出張中なんですけど、出かける前見てたらカエルがなんとゲロゲロっと2回ぐらい吐いちゃってね、ちょっと餌をあげすぎたみたいです。出かける直前だったので慌てて掃除をして水替えをして、ちょっと水をこぼしたりしててんやわんやでした。